熟な歌を聴いてくれてどうもありがとね。もう少しで私は未熟な大人になるみたいです。なんか笑っちゃうね。本当はね、もっと前を向けるような歌を書くつもりだったけど書けなくて、私はまだ他の誰かを支えられるほど強くなかったみたい。ごめんね。背景未来の私へ、今そこでどんなことをして生きていますか。背景今の私へ、今ここでどんなことをしたら生きていけるんでしょうか。じゃあまたね。ありがとう。